こんばんは、深夜配信やつです。おどーす。短冊書きました。はい。アルセウスの追加ダウンロードコンテンツが来ますように。もう8日。そう。ほんま7月7日にこういうタイトルで配信したかったのに、寝てたら寝過ごした。ただまた終わりましたよ。前が俺が彦星やったら、寝過ごして織姫に会われへんかった。7月6日。明日楽しみだね。一年ぶりだね。おお、楽しみやな。一年ぶりに会えるの。楽しみにしてんで。当日。あれ？まだ来ないの？ 7 月7日が終わっちゃうよ。7月8日、0時。ごめん、起きた。ゴミ。これが俺の七夕な。ごめん、起きた。え？ああ、七夕終わっちゃった。もう会えないね。今年のお願いは、来年こそ織姫に会えますようににしとくね。ずっと崩す。お、あ、あ、わ、なんか七夕っぽい。どこが七夕っぽい。なんか笹っぽいとこないん。もう妖怪やけど、ちょっとお願いだけしとくか。短冊もねえし、笹もねえ。こいつに書いて願い事飛ばしてもらうか。天まで。これ実際みんなのお願い事を聞いてるようなもんやからな。七夕やから、みんなのサブ任務、俺がやってあげる。玉木に彦猿を見せよう。赤い火の玉見せてくれるの。てか、尻尾が火なん？かわいい。そうそう、これを、私が見た赤い火の玉は、あ、かわいい。もうこれ、ヘロやけどな。このまま燃えつって山火事やろ、これ。俺が連れてきたせいでこの村終わった。